たとえ源一郎がおれど、芦名の国長くはなさそうだの。してもう一つの任は城の蛇谷の側が黒笠で騒がしいようじゃ。ならば次はそちらよ。だが最新にな、黒笠の無事な生中にはやれぬぞ。 ネズミがもう一匹。いや、その目、飢えた狼か。切る前に名を聞いてやる。名乗れ。<笑>わしに名乗る名などないか。忍びは大概そうじゃ。名乗らず死におる。 じゃが、その左腕、
忍び義手とは懐かしい。なるほど。石腕の狼か。気に入ったぞ。ならば、セキロ、お主をそう呼ぼう。お前は何だ？わしはアシナの天狗よ。おう、セキロ。お主もネズミ狩りをせぬか。何だと？このアシナにはネズミが入り込んでおる。うじゃうじゃと我が物顔でな。ネズミもいろいろじゃが、それを片端から切り捨てるのよ。どうやらお主にも人斬りの才がある。その才を磨くのに役立とう。どうじゃセキロ、ネズミ狩りを捨てぬか。承知した。よし、セキロよ。ならばこれをくれてやる。これはネズミの顔、それと巣穴じゃ。切ってまいれ。さすればお主の戦に役立つものをやろう。おう、ネズミを飼ったようじゃな。ああ、やはりお主には人斬りの才がある。よし、褒美じゃ。取っておけ。これはアシナ流じゃ。流派と言うても堅苦しい決まり事などない。ただ戦に勝つ、その一字を至上とする剣よ。ネズミ狩りに何よりお主の戦に役立てるがいい。アシナ流、流派と言うても堅苦しい決まり事などない。ただ戦に勝つ、その一字を至上とする剣よ。ネズミ狩りに何よりお主の戦に役立てるがいい。生き残ったのかい。鬼の行部様もやっと屍になれたかね。けれど何も変わりやしないよ。戦は続き、屍は積まれ、怨嗟ばかりが満ち満ちる。あんた考えたことがあるかい。そういう怨嗟がどこに積もっていくのかを。ないだろう。ないだろうね。だからこそあんたもあやつも哀れなことだよ。者があるところ、また供養衆あり、ゆえに戦場こそ我らの庭よ。さあ
当にあれを戦に使うつもりかの。ああ、だが仕方なかろうて。アシナは今や存亡の危機、なりふりなど構っておれぬでな。じゃが、ええ、ちゃんとせえ、ちゃんと。そんな風では巻き込まれちまうぞ。一度怒れば敵味方の別などなかろうでな。先方寺を知らんのかい？金剛山の先方寺、尊いお方がそこにおわす。さあお前さんも拝んでみ。ありがたや、ありがたや。九郎様、刻限ですね、エマ殿。分かっています。源一郎殿がお待ちなのでしょう。天守の上階に戻ります。狼よ、あの時吹いてくれた葦の羽笛じゃ
こたびはそなたが音を頼りにきっと参れ。皆の衆、分かっておるな。来たるべきは芦名存亡の戦。一心様、そして芦名の民のために命を。旦那、相当の手だれなんだな。助かったぜ。約束の礼だ。受け取ってくんな。じゃあな、旦那。縁があればまた会おうぜ。うん、会いにくい縁が。
はもちろんですが、傷口や仏さんの清めにも入りようでして。これだけ人死にが続いてはということだな。へえ、おかげで戦場病にかかる者も多ございます。そうか、なんとかして血を手に入れねばな。だから寄せつったんだけどな。まったくしつこくって嫌になるぜ。めんどくせえ。うん、おめえは豊かの衆か。いいよ。まあそうだろうな、風情がちげえ。だがどうやら同業だ。俺は黒笠のムジナ、おめえは。愛想のないこった。しつこいお手に仏頂面の忍び、アシナの連中も外で騒いでな。まったくいい日だね。お主抜け人か。まあそんなところだ。ところでよ、ちっと銭が入りようなんだが、品はあれど裁くあてがねえ。おめえみてえなやつを待ってたところだぜ。銭が気が…次からつな。あばい。よう、まっ。あばいよ。狼ど、ではそれ、死のどれ。この仕掛けで何ができる。真となるこの仕掛けがあれば、筒薬と組み合わせ。筒薬とは何。からくり筒と共に使う。使えそうな筒薬を見つけたら。
からくり筒使え。お前